空っぽの家、人がもういない家を機械がいつまでも守り続ける。機械は家を強くするたび記憶データを失っていく。皆さん、ルミちゃん、スクラマルミコアット Z カナイトでーす。というわけで、空っぽの家実況パート3やっていきましょう。さあ、いつものここから始まり、バイトのことながら493溜まっておりますね。こうやってピョン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 、うわ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 ってやってるけど、なんか鼻が詰まっているこうやってね、やっていく。なかなかとね、溜まってる。やっぱ放置ゲームなんだね。放置しててもできるっていうか、なんだろうね、この放置してても次の話がどんどん見れるっていうのは画期的だよね。じゃあ読んでみましょう。次はどこだろう。あ、今度は左下側動いてるね。よし、じゃあ行ってみよう。 RJ638826 は今日もせっせとみっちゃんのお弁当を作っていた。みっちゃんが中学校に上がったことで RJ638826 号の日課にお弁当作りが追加されていた。私としては仕事が増えて面倒だなと思うばかりなのだが、 RJ638826 は5が言えなかった。265は毎日危機としてお弁当を作っている。もちろん RJ638826 に危機なんて感情はないけれど、私にはそう見えた。 RJ638826 にとってはお父さんとみっちゃんの手助けをすることこそが存在意義なのだから、あながち場違いでもないだろうと思うけれど、それを言うと私の存在意義は RJ638826 を手助けすることなのだから、 RJ638826 が幸せであるこの時、私もまた幸せということなのかもしれない。 RJ638826 はみっちゃんの味覚の好みを完全に把握した。みっちゃんのためのお弁当、みっちゃんのためのお弁当を無事作り上げた。おいしそう、きっとおいしそうだな、おいしそうなお弁当を作ったんだろうな。私がしたことといえば、見た目にとやかく言ったくらいのものだったもっとこの色合い考えて入れたらどうだいみたいな感じのねみっちゃんは最近化粧をするようになっていた。まあ大人のお姉さんは思春期な感じだよね。中学校の先輩の彼氏ができたらしく、その影響だった。んー、いいことだね、微笑ましいね。お父さんはそれをあまり心よく思っていないようだったし、私も正直どうかとは思う。あー、なんか嫉妬だよね。なんかちょっと嫉妬だよね。なんか自分の娘がなんか、あ、彼氏いんのか。なんか多分ね、親としての嫉妬ってやつかな。ただ RJ638826 がみっちゃんをみっちゃんだと認識できなかった時は笑ってしまったけど、お化粧した時どちら様ですかみたいな感じになっちゃったんだね。それぐらい別人みたいな感じの化粧だったのかな。もちろんすぐに私が状況を考えて、これはみっちゃんに違いないと教えたので、みっちゃんにそれは伝わらみっちゃんにそれは伝わらなかったあー、そうか、うん、そうだね。誰、どちら様ですかっていうことはみっちゃんには伝わらなかったってことね。みっちゃんは毎日のように恋人とのいわゆるのろけ話を RJ638826 に話していた。基本的に会話においての決定権は私にあるのだが、その時ばかりは RJ638826 に任せっきりになっている。恋愛の話聞きたくないんですよみたいな、ちょっと嫉妬だよね。ね、このなんだろう、AI が入ったこの子ね、別の人格、 RJ638265 とは別のこのね AI 君みたいなね、ちょっと嫉妬抱いてるから、もう聞きたくないから、もう適当にあしらっといてみたいな
毎日同じような話ばかりで、私がちょっとうんざりしてしまったという理由もあるし、恋人とのどうでもいい話をし続ける時のみっちゃんの目が私にはなんだか怖かった。それに私が考えなくてもどうせ返事はよかったですねか、そうなんですかくらいのものだったけれど、私が決定したよかったですねよりも RJ6388265 が決定したよかったですねの方がいくらか楽しそうなのはおそらく気のせいではないだろう。私はそう言った時、ただ静かにみっちゃんと RJ6388265 が話しているのを眺めていた。まあ嫉妬の話だよね。もうなんか彼なんか なんだろうな、リア充爆発しろみたいな。違うか、まあそうではないけど、あながち間違いではないよね。多分リア充爆発しろっていう話なんだと思うよ。じゃあ早速家を増強し、制御システムをアップデートすることができます、アップデートしますかということで、この記憶を多分消えるんだろうね、消えるんだね。ね、記憶媒体の容量が不足しています。記憶データの一部を削除しますか。あ、これはAI 君にとっては別に削除してもいいよみたいな記憶かもしれないけど、でもこれもこれでね、いいね思い出だと思うのよ、みっちゃんにとってはね。まあでも空っぽの家っていうことだから、もうみっちゃんもお父さんもいないわけだし、削除しよう。そして消えていく、今読んだものがそっせっせっせと消えていく。消えていく瞬間って本当なんか切ないな。さあ消えたということで、またお家がまた一つでかくなりました。今度は661ですね。うわー増えたね、増えたね結構。うりゃそね、いつものこのこれもね。まあ今回の話はやっぱりリア充爆発しろ。全部ひっくるめるとリア充爆発しろって話だよね。そうではないけど、なんか恋バナしてるのなんかなんかな。ね、 RJ6388265 が恋をしてるわけじゃなくて、この AI 君みたいなのがね、人工知能がそう搭載されたみたいな、彼がもしかして嫉妬してるってことはおそらく恋をしてるのかもしれないなんて考察をしてみた。でもそんな思いさえも消してしまい、お家を増強してお家を守り続けているという感じですかね。そうですね、次回さ、きっと次回は一体どんな話が来るのでしょうか。楽しみですね。ではまた次回の空っぽの家実況でお会いしましょう。ではさらばじゃ。